DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目わからねえ自分の左右の目見捨てないで神はミスター K4 逆境の日々は戦場夢ボーイ語りや暴挙仲間の笑顔ボーイ夏殺など飼い犬だ怒り苦悩学びで召喚魂そう、ね、これからのそんな暴力団とかはい、影に隠れていくしかない。そうですね、どん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 できることも少なくなっていくし食い縁も少なくね、そうするとやっぱどうしても、ね、食べるために悪いことしなくちゃいけなくなる。それがやっぱ、ね、自分は悪い方に悪い方に進んでると思うんですね、うん、ちょっと締め付けをしすぎましたよ ね、うん、結局その、うん、昔はそのヤクザっていう部分だけでもやっぱり飯って食えたんですよね。でもそれがもうそのヤクザって言えないその時代に入ってで締め付けばっかりになるもんで結局その詐欺であったりとかっていう風な方向にもそれないと飯が食えないっていう時代に実際になってるんですよね。だけあの実際暴力団自体あヤクザ自体がその減ったのはいいんでしょうけどもその反面いろんなその犯罪がまだまだ増えていくよっていうのはもうしょうがないことかなとは思います。この時代になってしまうと そういう人たちがいなくなってやり放題になってるのがだから結局ねその組織にも属さない、うん、一般にも属さないその中間層みたいのが悪さをするわけじゃないですか。余計悪くなってるんだと思うんですね。何が悪いかって掟がないんでですね。そうですね。これをやったらいかんっていうその人道に反した部分のその掟がないんで騙しもすればもうそのカツアゲでもその変なところから因縁つけてとかっていうのももうひどいんでですね、うん、今本当に、うん、そうですね。どんな感じであるんですか今それ。まあ本当にこう例えば、まあ、それこそそのつつもたせでもそうですけど、はい、昔のそのつつもたせと今のつつもたせのそのやり方ってやっぱ違うんですよね。なんか、うん、その本当にもう人をはめに行ってっていう風なのがもう本当に横行してるんですよ。そうその僕もその福岡の周りでもいるんですよね。あの人をとにかくはめようはめようっていう人間が、うんうん、もうなんていうんですかね本当人としてのその仁義というか全くないです。ルールも何もやっぱお金ですか。もうただのお金っていう感じですね。だから金持ってる人間がおったらあもうあいつちょっと食い潰そうやっていう風な考えの人間が多いですよ。うん、どこでも今そうかもしれないですね、うん、嫌な世の中ですね。いやそうですよね本当に でもそれは日本だけじゃなくても、はい、韓国もそうですし、はい、アメリカもそうですし、はい、もう世界各国がそういう風になっちゃってるんで、うんただ世界が共産党にならないのだけを祈るしかないですね、うん、トランプさん大丈夫ですかね。なんかダメじゃないですか。ダメですか。いやこれで今ほらね結局ほらねコロナにかかってでかかって2日後に車で出て歩いたじゃないですか。あれすごい今批判されてるじゃないですか、ね、やっぱそういうところで、でも自分トランプってアメリカにすごい必要だと思うんですよね、うん、彼はすごいアメリカに必要な人間だと思うんですよ、はい、これ変わってってでどん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 日本もそうですけどこれ名前言っちゃいいのか悪いのか分かんないですけど日本が総理大臣石破さんになったらもう全く左寄りになりますよ、はい。でこれ世界がそういう風になっていってで今プーチンも叩かれてるじゃないですか。でもっと弱いのになって左寄りになっていったらもちろんロシアだからもちろん左寄りですけどそれはもっとひどくなっていって世界中の通貨が全部統一されちゃったらもう世界が共産党ですよ。すごく生きづらい世界になると思いますよ。誰がどこで何をどうしたって全て分かっちゃうんですよね、はい、うん、あとお金の行き先もはい、うん、
まあでも本当今おっしゃるように僕も本当トランプさんはすごい必要だと思ってて、はい、あの人ってその元々が政治思想じゃないじゃないですか、はい、政治思想じゃないところから来てるんで本当にこういろんなものの、 その物事の考え方が政治思想から来ると結局今までの政治と同じような感じでしかその勉強してないじゃないですか。だから例えば、まあ、ちょっとトランプさんから離れますけど例えば今のその日本の総理大臣にしても、まあ、今回変わったじゃないですか、はい、もう結局はあの流れでしかないじゃないですか。政治家から教えられたその政治家って政治思想でしかないんですよ。やっぱりそのなんていうんですかね、変えるために違うところからボンって出てきて初めていろんなものが変わると思うんですね。今までのその教えられた人間がその同じ思想の人間から上がってきたところでほとんど変わらないと思うんですよ。もうちょこっとだと思うんですよね、変わるのって、うん、でもあれですよね、変えるにはやっぱりその投票する人、うん、有権者の人がやっぱり選んで入れてそれでやっぱ変えていくしかないじゃないですか、うん、あ、なんていうんですか、民意というものが反映するのっていうのは選挙しかないじゃないですか。でも結局出てる人たちってそういう人たちばっかりなんで入れたいとも思わないんですけど変えてくれるような人がいなくないですか、うんうん、今は当分はまあ無理でしょう。でもそんなこと言ってるうちにどん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 日本のその国が良い方向に行かないじゃないですか。そうですね。やっぱり自分の子供たちだったりそのまたその子供たちだったり今日本に住んでるこれからも日本に住むこの土地で生まれた人たちに残すっていうか日本が、ね、先進国って言われてますけど先進国じゃないですからそういうのもね、もうちょっとしっかりしないとダメなところじゃないですかね。そこはもうトランプさんに習ってちょっと勝っていただいて、うん、だから日本は本当にプーチンさんぐらいのあんくらい強い人が必要ですよ、うん、はい、でもやっぱそれを潰そうとする力があるから出てこれないんですか。日本の場合はやっぱもうその刑務所の法律もそうですけどもう120年変わってないわけですよ、ね、その頃ってやっぱり日本は社会主義ですからそれがまだすごく残っているその辺からもう変えていかないといけない時期に来てるんだと思うんですね、はい、あとはもう教育とかですか。ん、教育、そうですね、あと道徳に関してもそうですけどやっぱり今の子供たちが全く道徳ってものを分かってないんでなぜこれをしちゃいけないかとかそれすら分からないで、やっぱよく自分ほらあの子供たちの面倒見ててやっぱ、ね、そういう不良少年とかがお前何やってんのって言うと先生が学校来なくていいって言うから行けないんですよ。なんでお前中学で学校行くね、おかしいだろうって言って学校行くとその先生たちと話するといやあの、ね、この子たちは3年間すればこの学校から出てってくれるから3年間関わんなければあのなんですかね、面倒くさくないんですね。結局例えばこの子たちが学校に来ないでくれれば問題も起きない、うん、だからこの子たちが学校休んでてくれてる方がありがたい。それだったらお前先生やんない方がいいんじゃないのっていうのが自分の言い分なんですね。そうじゃないですか、ね、そういう子たちを正してあげるのが先生。そうですね、そういう先生がいなくなっちゃった、あのだからそういうトラブルメーカーの子どもたちとその3年間関わりを持たないように避けていく先生が多くなっちゃった。うん、それも悪い日本のあれがこう残した、それは多分日本だけじゃなくて多分アメリカとかもそうなのかもしれないですけど特に日本はひどいかもしれないですね。やっぱ本当今おっしゃったように道徳ってすごい大事ですよね。あのまあ、いじめ問題とかもあるじゃないですか、うん、ああいうのって、まあ、僕が思うになんですけど、あの例えばじゃあ何かそのいじめる側の人間、あ、いじめられた側の人間がいるとして、あのまあ、例えば集団でいじめる行為に発展すると、でこの人間が例えばいじめられる側がですね何かこうちょっかいを
出して、まあ、そういうところから多分いじめとかいろんなものが始まっていくと思うんですよ。でちょっかいをかけられた方が解決する能力がないんですよ。要は例えばこういうことをされたから、こういうふうな思いをしたから謝ってくれないっていうその解決能力がないんですよね、今の子供たちって。そこが僕一番大事なとこだなと思うんですよ。その何かにしてもその道徳でその解決する能力っていうのがやっぱり備わってるといろんなものって解決できるじゃないですか。 そうですね、でもそれが解決できないからどうしようかな、じゃあいじめようかなってなるんですよ。僕が思うになんですかね、これは、うん、だから本当に道徳っていうのはすごく大事だなって思います。そうですね、うん、より大事な今日罪と罪は消えないが卒業なサクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right.